はい、皆さんはじめまして、コージーです。僕は映像制作会社でディレクターとして動画編集で Adobe のプレミアプロを使いながら、必要なグラフィックがあればアフターエフェクトを使用していました。僕もそうですけど、今 YouTube の時代になって、副業として自分の得意分野を生かして動画を配信したいっていう人すごく多いと思います。動画制作のプロじゃなくても漠然と動画を作りたいと思っている人がめちゃくちゃ多いと思います。そんな動画制作初心者の人に向けて、少しでも助けになるような動画を配信したいと思っています。まず動画を作成するといっても、Adobe の映像系ソフトであれば、After Effects と Premiere Pro があると思いますが、よくネット上で AE と Premiere ってどう違うの?とか、AE vs Premiere っていう内容をよく見かけます。それだけこの2つのソフトの違いが知りたいっていう初心者の方が多いみたいです。使ってる人ならまずこの2つのソフトの違いってわかると思いますが、この2つのソフトの実際の関係性はこんな感じです。まず静止画素材をイラストレーターやフォトショップなどで作成して、それらに AE でアニメーションをつけて動画素材として書き出します。それを編集ソフトであるプレミアに並べるという流れが基本です。プレミアはあくまで編集ソフトです。撮影した動画や音を切ったりつなげたりして編集します。はっきり言って複雑なグラフィックはプレミアでは作れません。長い映像素材を切り張りするのに向いているソフトです。逆に AE はその複雑なグラフィックを作るソフトです。非常にできることが多いソフトです。プレミアと違い、ゼロから複雑な映像素材を作成し、短い尺のものを作り込むのに向いています。基本的に AE で作ったグラフィックは最終的に素材としてプレミアに並べます。なのでそもそも AE vs プレミアっていう比較するものではなくて、どちらも一緒に使用して映像を完成させるっていうのが基本になります。なぜ AE とプレミアが別のソフトに分かれているかっていうと、 AE ではグラフィックを作成する際、エフェクトを何重にも重ねたり、複雑なアニメーションをつけている間にデータがどんどん重くなってパソコンに大きな負荷をかけます。この大きな負荷がかかった状態ではプレビューが正確にできず、例えば1フレームのレンダリングに数分かかるような状態になったら、 AE のタイムラインで音とかグラフィックのタイミングを細かく合わせるっていうような作業は困難になります。逆にプレミアはゼロからグラフィックを作るという意味ではあんまりできることは多くありません。しかしそこが肝になります。なぜプレミアで複雑なものが作れるようになっていないか。プレミアには撮影された映像、 AE から書き出された動画素材が並べられるため、 AE のようにソフト内でプロジェクトが極端に重くなることが少ないです。なのでプレミアではスムーズにプレビューができるので、音のタイミングや映像のタイミングを編集するのに向いています。音の編集全般は、音の編集ソフトのオーディションとの連携もあるし、プレミア自体の音の編集するのがすごく優秀なので、プレミアでしましょう。簡単なテロップなどなら話す口元とタイミングを合わせる必要があるので、正確なプレビューでサクサク動くプレミアで作業するのに向いているでしょう。複雑なグラフィックをリアルタイムに計算しながら、なおかつ動画を編集してその映像に音を合わせるっていう一連の作業を一つのソフトでもし行えるならとても便利ですが、無限のスペックのパソコンでもない限り実現は不可能です。なので AE とプレミアの役割がこのように分担されていることはとても合理的です。例えばインタビューの動画などなら、撮影素材を編集して簡単のテロップをつけて BGM をつけてプレミアだけで完結なんてこともあります。ただし、ここにオープニングタイトルなどを作成したいというだけで AE が必要になります。逆にモーショングラフィックスやオープニングタイトルなど短い尺のもので AE でゼロからグラフィックを作る場合、これは AE のみで完結することがあります。しかしこれも作業前に大雑把な流れや演出をプレミアで
映像コンテとして当たりをつけたり、作業の仕上げパートで効果音のタイミングや BGM の編集などのみプレミアに持っていった方が効率的だったりします。なので今言った2つの特性を生かして作りたい動画によって2つのソフトを使い分けるといいでしょう。 YouTube の動画を作りたい人にとって撮影した素材を編集して簡単な音の声音の仕方を覚えることは難しくありません。それこそ検索すれば YouTube で出てきます。なので編集は比較的誰でもできます。僕らが子供の頃からテレビで編集された動画をたくさん見てきているので、なんとなくこういうタイミングで映像を切り替えると気持ちいいよねとか、こういう時はこういう効果音が鳴るよねとか、そういう素養をみんなが持っていると思います。なので初めて編集作業をしても違和感なく楽しんで作業できると思います。なので編集ソフトの操作方法は別のチャンネルで学んでもらうとして、僕はまず手始めにこのチャンネルで AE 初心者に向けての解説をしたいと思っています。撮影素材を編集することを覚えた人になぜ AE をおすすめするか。編集ソフトはメジャーなものでいくつか種類があります。プレミアとかファイナルカットとかダビンチリゾルブとかがそうです。 3D ソフトもメジャーなものでいくつか種類があります。でも AE に代わるソフトはありそうでないと思っています。プラグインを導入するなど拡張性が豊富なのと、他の周辺ソフトとの連携、例えば編集ソフトのプレミアとの連携、3D ソフトのシネマ 4D との連携、オーディションとの連携とか、フォトショップとの連携とか。なので知名度で言えば他に変わりがありません。趣味だけでなく今後仕事として使用したいなら AE が一番いいでしょう。チャンネル登録お願いします。通知もオンにしてね。これから初心者の皆さんも AE でゼロから映像素材を作れるようになれれば、いろんな演出ができて動画作りの幅が広がるし、動画作りが楽しくなると思います。これから一緒に映像制作の基本を勉強していきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。